パッシブマネジメントとアクティブマネジメント。どんなに安全だと思われる投資でもある程度のリスクはあり、利益を得るチャンスもある程度あります。リスクと利益の程度は互いに関係しています。リスクが低いとき得られる可能性のある利益も小さいです。これをパッシブマネジメントと言います。しかしリスクが高いとき得られる可能性のある利益も大きいです。これをアクティブマネジメントと言います。